ボクシングにはない動きだと思う。キックボクシングにもないですね。週2、3回ぐらいスパーリングをやってて、そんな先週の木曜日にスパーリングをしたりとかした。秘策はありますね。ムクレさんジャブをこう打った時に体一緒に前出ちゃうんで、ゴカーンって。皆さんこんにちは。歴史的一戦となるフロイド・メイウェザー対朝倉未来、本日は9月25日に迫りました試合の直前特別企画をお送りします。進行を務めますアナウンサーの鈴木俊彦です。よろしくお願いいたします。さあ、そして本日はですね、特別ゲストヤーマンさんと、そして青汁王子こと三崎裕太さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと緊張感漂ってますけれども大丈夫ですか？いやー、もう今週の日曜っすもんね。はい、早いですか。もうすぐじゃないですか。もう週間、この収録の時から切ってますよね。前回メイウェザーが来た時、はい、天心対メイウェザーの時やったじゃないですか、はいはい、天心があんな目方をしてたのか、もう、なんていうんですかね、もう何も言葉が出なくて、もうずっとその呆然としちゃったんですね。今回どうなるんだろうみたいな。三崎さん、はい、僕はなんか最近その SNS とかでメイウェザーがこう六本木の街とかいろんな街で遊んでるのをよく見かけるんですよ。今日も銀座に行って時計11個買ったんですか？いや、だからね、もう実力差はね、もうやっぱあるのかなって僕素人ながらもやっぱ思うんですけど、なんかバカにされてるじゃないですけど、そういうところやっぱどうしても感じちゃうんで、頑張ってほしいですね、みくるさんには。はい、プロから見るとメイウェザー強いんですか？やっぱりもう雲の上の存在ですよ。もう本当格闘技界の本当神様みたいな。ゴルフで行ったらもタイガー・ウッズとか、まあ、本当もうその競技のトップ、オブザトップですよね。そうですよね。世界中のアスリートたちの中で最も金を稼ぐ男です。そういう意味ではもう次元がちょっと違うというね、まあ、かなり違うという。三崎さんも逆にその、はい、またちょっと違う話になって、はい、脱線しちゃうんですけど、はい、経営者のトップオブトップって、はい、どなただろうと思ってますか？経営者のトップオブトップですか？いや、でも日本だと僕は孫さんだと思うんですよ。ソフトバンクの孫さんですね、はい、海外だったりかいるじゃないですか。海外だとやっぱりこう話題性も含めてイーロン・マスク、ね、イーロン・マスクだね、はい、だからイーロン・マスクなんですよね。そっか、ここに勝てるかっていうと、もし戦えるチャンスがあるって言ったらどうします？いや、戦わないです戦う必要がないんですよ。じゃあここでですね、はい、ちょっと朝倉未来選手とそしてメイウェザー選手の成績をですね、はい、改めてご紹介したいと思いますが、まず朝倉未来選手です。 MMA 総合格闘技で、はい、20戦して16勝3敗、8 KO、無効試合が1つということですね、うんうん、そして、メイウェザー選手ですが、ボクシング50戦全勝です。27 KO、 そして世界5階級制覇チャンピオンです。で、今回その相手の土俵で、まあ、戦うわけじゃないですか、はい、もう絶望的じゃないですか、その話聞いてると正直、なんかもうやめた方がいいんじゃないかなってズバリ聞くんですけど、はい、まあ、僕らからするともうそんな雲の上の人だって聞いたらなんで挑戦するのかなって思うわけですよ。なんかこうパフォーマンスのために出てるのかなとか、そういう側面思っちゃうところもあるんですけど、本人は本当に勝つ気でやってる。本気で勝つ気で言ってますよ、だからすごいやっぱちゃんと練習も毎日してますし、あとやっぱ格闘家って自分がどれだけ強いのかっていうのをやっぱり気になるんですよ、最強をみんな目指してると思うんで、まあ、格闘技界のトップザトップに自分がどこまでできるのか、自分が勝てるのかっていうのがやっぱ一番疑問に思うと思うので、負ける系で戦う格闘家なんかいないんで。世界中で配信されますので、ね、今回の試合、だからある意味メイウェザーと戦ってこいつは誰なんだっていうのは、まあね、世界中から見られるじゃないですか、ね、それが治るチャンスでもありますし、もう治るって言ったら、はい、ヤーマン選手も大成功。確かになんかね、そうですね、やっぱおかしいな。名前のある選手と戦わないと名前は売れないので、でもミクルさんの場合は日本で一番もう名前がある選手なんで、多分これ以上上を目指すってなると世界に目を向けるしかないのかなっていうところで多分メイウェザーするんだと思いますよ。もし万が一ですよ、勝つなんてことがあったらとんでもないことになりますよね。結構世界中から多分狙われますよね。いや、そうですね、もう多分マクレイガー VS 朝倉未来になっちゃうんじゃないですか、次が。
で、あの朝倉未来選手と言いますと、はい、あのヤーマン選手と一緒に練習してらっしゃるんですよね。そうですね、メイウェザー戦が決まってから、うん、結構週 2,3 回ぐらいスパーリングをやってます。そうです、そんなそんなすごい。そのスパーリングって結構本気で殴り合い、もうガチで殴り合いする。あ、で、普通 の、 あのジムってボクシングでスパーリングやるとき16オンスっていう大きいグローブでスパーリングやるんですけど、ミクルさんちょっとあの人ちょっとなんか大丈夫かなと思うのが、いつも8オンスっていう試合で使う大きさのグローブでスパーリングをやるんですよ。普通は怪我します。殴られてきました。殴られてきましたね、あの人パンチ力重いんで、なんか一発当たったら本当倒れる可能性あります、ね、あ、そうですか。さあ、ここでですね、はい、朝倉ミクル選手と練習しているヤーマン選手はですね、それを浅倉さんに体験してもらおうと、はい、体験ミクルさんのなんで癖とか、うん、まあ、どういうパンチが、メウェザーのパンチが当たるかなみたいなのはちょっと分かるんですけど、うん、まあ、やってきてこういうのが当たるかなみたいなのは、まあ、なんとなく分かります、うん、例えばなんですけど、ミクルさんってジャブを当てるときにこう前に突っ込むんですよ、ね、うん、なんでこう、うん、こうやって突っ込んできたときに、こういう合わされるパンチ、こういうのこういうのが結構メイウェザー狙ってくるんじゃないのかなと。結構ボクシングの選手ってジャブを打つときに、あんま前行かないんですよ。こう頭後ろのまんまこう長くジャブ打つんですけど、ムクルさんジャブをこう打ったときに体一緒に前出ちゃうんで、こうガーンって狙われたら結構危ないのかなっていうのと、体前に出るメリットもあるんですか？メリットはほとんどないです。やっぱ危なくなっちゃうんで、近くなるって言うんで、あとは総合の選手なんで、あんまりボディとかもらったことないと思うんですよ。で、ボクサーのボディってすごい、強い、苦しいんで、ボディを狙ってくるんじゃないのかなとは思いますね。で、結構やっぱこうガード高いんで、顔面はすぐ守ってるんですけど、結構お腹は空いてるんで、ミクさんの方が身長高いんで、結構ボディから入りやすい、はい、入られるのかなとは思いました、ね、でもそこら辺って一緒に練習してて今気づいたことって、はい、朝倉ミクル選手に話したりとかしないですか？いや、言えないですよね。言えない言わないと言った方がいいですよね。言った方がいいですよ、今だってもう決定しちゃったもん。そうですね、そうですね、今日 LINE しときます。言った方がいいですよ。でも、ミクルさん分かってると思うんで、あ、これは気をつけなきゃいけないなって、自分で分かってると思うんで、本当、1日変わるんですよ、動きが。1日どんどんそのパンチが当たんなくなってくるというか、もう最後の方なんかもうほぼ当たんなかったんで。あの仮想メイウェザーとして、はい、ミクル選手に支持されることっていうのは、いや、そんなないですよ。もう自分の戦い方で生きてるみたいな感じで言われたんで。あ、そうですか、はい、こういう風にやってみたいな言われなかったですね。ちなみにミクル選手と最後に会ったことですか？最後に会ったのは、先週の木曜日です。先週の木曜日、今週試合ですから、はい、そうですね、先週の木曜日にスパーリングを最後にやったっす。何か言ってました？この前の、前回のメイウェザーの試合を見て、なんかスピード遅くなってねみたいな話をしてて、でもあんぐらいのスピードだったら多分大丈夫だと思うんだよねみたいな話もしてたんで、なんかすごい自信に満ち溢れたって。そうですか、はい、いける気がしてた感じなんですね、じゃあ、はい、すごい自信に満ち溢れてましたね。まあ、言えないと思うんですけど、でもあるんですか、秘策は？秘策はありますね。まあ、詳しい戦略っていうのは聞いてないですけど、多分これを狙ってるんだろうなっていうのは、分かります。それやっぱスパーリングってことですか？あ、そうです。スパーリングをやってて、まあ、キックにもなくてボクシングにもない独特な動きをやってくるんですよ。だからそれが秘策なのかなとは思う。それ実際にやってみて、受けてみてどうですか？実際に受けてみて、いや、もうどうしようもできないですね。メイウェザーだったらどうしようもできない。どうしようもできないと思いますね。多分ボクシングにはない動きだと思うので、まあ、MMA みたいな、MMA？ はい、MMA 的な動きですね。ちょっと想像できませんよね。多分、まあ、フィジカルさもあって、あれやられたら結構しんどいですね。多分ボクサーでどうやって逃げるんだろうみたいな、はい、やっぱ MMA 選手の方が強いんで、はい、そのフィジカルとかは、どうやって逃げるんだろうなみたいなのは
気になりますね。でもちょっともうちょっと深掘っていきたいんですけど、はいはい、じゃあ前回の那須川天心とメイウェザー戦の時は別にそういう秘策があったわけじゃなくて、まあ、天心はまあボクシングをやっちゃったんですよね。普通に戦っちゃったの、はい、まあ、ボクシングでメイウェザーに勝とうとしちゃったんで、まあ、それはやっぱ難しい、ね、階級差もありますし。なるほどね。今回はボクシングで勝とうとしてるわけじゃないですよ、そもそも。ボクシングっていう競技で多分望もうとはしてないと思います。ジャブとかストレートとかワンツーとかそういうのではないと思います。あ、もちろんその卑怯なことではないです。ちゃんとそのルール範囲内の中でのことなんで、ルールの中で最大限のことをやろうとしてるのかなとは思います。頭いいですね。おあんな気になるな。視聴者の方もそうだと思うんですけど、はい、前回のやっぱ天心メイウェザー戦って印象にやっぱ残ってるじゃないですか、嫌でも。だから同じ光景がどうしても想像してしまうところがあると思うんですけど、はい、今の話を聞いたらなんか違うんだなって、変化が起きるんだなっていうのはなんか僕は確信しましたね。そうですね、はい、今回一つ言うことは、あのバリバリの現役ファイターでなおかつ3分3ラウンドと短く凝縮されたこの戦いを朝倉未来選手がどうフルパワーでいくのかっていうところがすごく楽しみなんですよね。そうだよ、結構有利なんですよね。結構そのプロのボクサーあのちょっと特にトップの方に行くと12ラウンドとかなんですね、世界で。長いですよね、はい、いわゆるチャンピオンラウンドって言うんですけど、トップボクサーの方ってこう10段階のうちの8をこうずっと12ラウンドでいくんで、ボクサーの方っていきなり 100をずっと続けるっていうのも苦手なんですよ。逆にキックボクサーとかの総合の方ってこういきなりハイで3、いつも3ラウンドしか戦ってないんで、もう100を3ラウンドでいけるかな、まあ、100と80上回れるかなっていうのは何かが起きるんじゃないかなって思いますよね。すごいですよね、しかも日本で見られるんですよ、生で。さあ、ということで、間近に迫りましたメイウェザー対朝倉未来戦、この試合を含むスーパーライジンの模様はライジンライブでご覧になれます。ペーパービューのチケットは概要欄のリンクから購入できますので、ぜひお買い求めください。改めまして、はい、お二人いかがでしたでしょうか。まず伊勢さん、本当に楽しみになりました。もともと楽しみだったんですけど、すごいより楽しみになりました、はい、より楽しみになりま、数字で言うともう100だったのが130くらい3割増しぐらい。いや、それはこの番組やった感じがありましたね。そしてそれを聞いてまた、はい、山田選手、まあやっぱずっとこの期間一緒に練習させてもらって、うん、もう楽しみでしかないですよね、やっぱ何かをやってくれる男だと思うんで、でこれ今までも何かをやってきた男なんで、やっぱすごい楽しみですよね。いや、これは本当にいい話、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてフレッシュな反応、どうもありがとうございました。いよいよ25日、迫ってきました、はい。ぜひ楽しみにしてください。山田選手、はい、そして辻さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。